治安の悪化に歯止めがかからないアフガスタンでは、議会選挙が7月に予定されいて、政府が反政府武装勢力タリバンなを抑え込みながら選挙を円滑に実施し国の安定を確保できるかが焦点となります。アフガニスタンでは、2014年に、最大の大部分が撤退しましたが、その、供養に、反政府武装勢力タリバン、勢力を盛り返しているほか、過激派組織、S、イスラミックステートの地域組織も、頭して、治安の悪化に歯止めがかからな、状態となっています。アメリカは、アメリカ史上、最も長い、争いとも言わ、ル現地での軍事作戦について、去年、新な戦略を打ち出し、駐留、ルアメリカ軍、部隊を増派して、およそ1万4千人の、もに拡大するとともに、アフガニスタン、治安部隊の育成を急ぐことでタリバン、IS を抑え込みたいとしています。アフガニスタンでは今年7月、治安情勢、悪化などから、3年間も先送りされてき、議会下院の選挙が予定されています。現のガニ大統領を率いる政権に対しては内部の派閥争いによって治安や雇用対策に分な力を注ぐことができていないという反も上がっていて、アフガニスタン政府タリバンなどを抑え込みながら選挙を